関ヶ原の戦いの後、伊達政宗は居城を仙台に移し、城と城下町の建設を行った。仙台城は延べ100万人を動員する大工事となった。できた。仙台は森の都ということで森を強調していました。森の都の森は山などに自然に生えている樹木や草花だけではなく、その町に暮らす人々が協力し合い、長い年月をかけて育ててきた豊かな緑のこと、とのこと。素敵なところですね。さらに、政宗はスペインとの交易を考え、グイス・ソテロやアセクラ・ツネナガ184人をスペイン、およびローマへ派遣した。一方は大歓迎され、スペイン国王フェリペ3世やローマ教皇パウルス5世に謁見し、ローマ市民権を授与されますが、日本国内でキリスト教が禁止されたなどのためか、この交渉を成功させることはできませんでした。常長は失意のうちに帰国、政宗に報告した時には7年もの月日が経過していました。常長はこの2年後亡くなってしまいます。この時の外交交渉は成功しませんでしたが、日本人が初めてヨーロッパの国へ赴いて外交交渉をした画期的で意義深いことだったと思われます。後に明治となり、政府が欧米視察に送った岩倉使節団が日本の文化的な遅れによる劣等感に苛まれていた時に、250年以上をも昔の先人たちの足跡を目の当たりにして大いに勇気づけられたようです。また、政宗は幕府転覆計画を考えていたという説もあります。スペインの力を借りて家康に対抗するというもので、松平忠輝を将軍、政宗は関白となり牽制を振るうというもの。ただこれは話が壮大すぎる気もしますが、政宗ならばひょっとしてと考えられるのが歴史の面白いところではないでしょうか。